サッカー日本代表、世界各地で新記録を更新しまくる。黄金時代や、日本人としてはとんでもない記録だし、素晴らしいことでしかない。世界の基準にやっと立てたって感じ。三笘薫と久保建英が新記録作ったの嬉しいな。結局久保が一番すげえんだな。ポテンシャルが違いすぎる。しびれるわ。久保はマジで次元が違う気がする。古橋はマジでプレミアに移籍してくれ。伊藤はあと少しはかかったらな。なお代表戦、森安定期すごい、すごすぎる。ビッグクラブに行ってほしいね。結果しか残さんな。記憶にも記録にも残る男たち。次のワールドカップ期待してるぞ。